はい、本日はラフマニノフのプレリュード23-5を前回ね、譜読みでひどい状態で YouTube に出してしまいました。皆様に音楽をなんか届けたいなと思って、でこの曲結構かっこいいんですけど、まあなんかなかなかね、難しい部分もあるんですけど、届けたいなと思ってちょこちょこ息抜き程度にやってました。この1週間、その息抜きの大公開の日です。そうよ、音楽系 YouTuber って大変よ、みんな。音楽系 YouTuber ってね、下積み時代が長いの。なんといってもね、小さい時から練習しないといけない、それが下積み。そしてさらに一曲出すために何時間練習せんといけんのってことを考えると、まあ音楽 YouTuber って大変なので、みんな YouTuber になりたいキッズたちはあんまり音楽 YouTuber はおすすめしないというわけで、まあ僕のただ単に練習の成果を報告していきたいなと思いますよ。よし、いきます。
シャキーン。どうでしょうか。少しだけミスがありました。それは練習したらどうにか頑張れると思うんですけども、まあ課題点はたくさんあります。意外とね、やってみて分かったんだけど、譜読みは簡単だけど難しいと。何が難しいっていうと、例えばこういうところで、例えば硬くならないためにこの左手の一番下の音とかを拾って、爆拍、爆力、爆速、爆が使いたいんだ。爆発力のあるかっこいい音を出すために、どうしても弾いてるときに力が入っちゃうんですよ。このその前のところとかで、って感じで一気に瞬発力でいきたいなと思います。でも深い音を出すために力は入れない。これを弾いてたりとかすると忘れちゃうんですよ、一生懸命になって。今の僕にはできないから、崩壊しない程度で今弾いてます。でも目標はこのぐらいでいきたいんですよ。で、ここのこういうところでもう格好をつけたいこの曲ね、ここがもうかっこいいというかね、そのうっとりする部分、いきなりガーっていっとったのに、ほらもうなんか色っぽいというわけでね、弾いていきたいんですけども、まあちょっとね、ここはね、和声がね難しいというか、なんかその内声の処理がちょっと大変。みたいな感じで戻ります。まあこれはまたまた頑張っときます。というわけで、まあ結構前回よりはかなり上達したのではないかなと思います。1日10分練習っていうのを毎日ちょこちょこ繰り返しました。そしたら1週間ぐらいでこんな感じになりました。まあそんなわけで僕はこまめにやっていきたいなと思います。まあこの自粛期間で、まあ僕がどのように成長できるか、できないか、まあ人間として成長できるか。まあいいわ。まあ、どうでもいいわ。というわけでね、こんな感じで、まだまだ頑張っていきたいなと思うので、どうかよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、グッバイ。